正論派代表ティナリ。ソロン派代表セノ。名論派代表レイラ。シロン派代表ファルザン。妙論派代表カーベ。来ました、最後の参加選手、陰論派代表カサッチ。まずはレイラ選手が冠を手に入れたようだ。だがゴールにたどり着くのは容易じゃない。カサッチ選手もついたみたいですね。試合は白熱してきたな。おや、カーベ選手は遅れてやってきたようだ。手に入る。誰だ、頭の中で喋るな。君なら私を失望させない。わけがわからないぞ。妙だな。この結論は君を苦しめるだろうか、それとも多くの民が君を麻痺させるだろうか。君の答えが楽しみだ。私のやってきた研究は全て。ほう、もういいだろ。僕の人生はすでに最悪なんだ。これ以上ひどくなってたまるか。あなたのお金は受け取らない。苦難を強いられる人々をたくさん見てきたと言ったな。あなたの授業で彼らを助けてやってくれ。